フラットアイアンビルディングはアメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタンク5番街にある高層ビルであるフラービルとも呼ばれるフラットアイアンビルは1902年に竣工し現存するニューヨークのビルの中でも古い歴史を持つ高さ87メートルの22階建てで完成当時はニューヨークでも最も高い建築物の一つだったちなみに 当時のニューヨークかつ世界で一番高いビルはパークロービルであった。ビルディングは三角形の珍しい形で建築様式も古く人気が高い。最も細いところでは1メートル弱しかない。設計はダニエル・バーナムによるニューヨークで最も古いマテンと呼ばれることもある。フラットアイアンという名前は中鉄製の衣類用アイロンに似ていることに由来している。所在地は ニューヨーク市マンハッタン区5番街175号で完成当時は14丁目より北では一番高いビルであった。このビルの場所は5番街、ブロードウェイ及び22丁目の3つの通りで囲まれた三角地帯となっており、23丁目が三角形の北の頂点を削っている。マジソンスクエアパークのすぐ南、EN、レディース、マイルヒストリックディストリクトの北端に位置している。 この特徴的なビルはニューヨークの象徴の一つとなり、ビル付近の一帯はフラットアイアン地区と呼ばれるようになった。このビルは1966年にニューヨーク市指定歴史建造物に指定され、1979年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、1989年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。マーン。 フランシス、ザ・トライアングル・イン・ザ・スカイ・オール・ストリート・ジャーナル、ハット・ヤード・レイ、ジョナサン、ブック・レビュー・オブ・フラタイアン、アバウト、エーマン・ハッタン・ランドマーク・ワシントン・ポスト、ハット・ナショナル・パーク・サービス、ナショナル・レジスター・インフォメーション・システム、ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ、ナショナル・パーク・サービス、2020年10月12日、閲覧、57丁目のフラービルとは、異なることに注意。 フォイッツアイコニックステータス、シークルハウス、レム、ディリリアスニューヨーク、A、レトロアクティブマニフェスト1 9八七十二アンドゴールドバーガー、ポール、ザスカイスクレーパー九八十一三十八ボースノーテッドインディスコンテキストインゼコフスキー&、セレガ、九八十四七十九ノート3、ニューヨークシティランドマークスプリザベーションコミッション、 ドールカート、アンドリュー S ポスタル・エス・ポスタル、マシュエイ、ポスタル、マシュエイ、ガイド2、ニューヨーク・シティ・ランドマークス、ニューヨーク、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、ISBN 9780470289631、P76、ピッツ、キャロリン、フラタイアン・ビルディング、ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセス・レジストレーション、ナショナル・パーク・サービス、2012年1月10日閲覧、 フラタイアンビルディングナショナルヒストリックランドマークサムマリーリスティングナショナルパークサービス2012年1月10日閲覧フラタイアンビルディングアカンパニングフォトスエクステリアフロム1979ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズインベントリーナショナルパークサービス2012年1月10日閲覧ありがとうございます